コングリーブロケット、コングリーブロケット、コングリーブロケットは、マイソール王国が使用したものをもとに19世紀初頭に、イギリス陸軍が開発、運用したごく初期のロケットである。1804年に、ウィリアム・コングリーブが、設計開発を行ったためこの名がある。この兵器は、現在のロケットとは、外見や制御の仕組みがかなり異なり、 巨大なロケット花火のようなものであった。弾頭は黒色火薬が1キログラムから1 0ラム、用いられており、初期には事故が多発していた。それでも3キロメートルという当時としては、長大な射程を持ち、イギリス軍はナポレオン戦争や米英戦争でこれを用いている。米英戦争におけるマクエンディトリィ取での戦いに題材を取っているアメリカ国家には、 ロケットの語が登場する歌詞の一節があるが、これはコングリーブロケットのことを指している。本ロケットは第二次、第三次、第四次マイソール戦争の後、戦訓からイギリス王立交渉で開発されたものである。これらの戦争は、イギリス東インド会社とインドのマイソール王国の間で戦われ、ロケットが兵器として投入された。戦後、 いく種類かのマイソールロケットがイングランドへ輸送され、1801年、ウィリアム・コングレーブは交渉の研究所で調査と開発プログラムに着手した。王立交渉による固体燃料ロケットの最初の試験は1805年に行われた。これらのロケットはナポレオン戦争、また米英戦争にて効果的に用いられた。戦術としては、ティップスルターンと、 彼の父であるハイダル・アリーが、不評の人列に対し、砲兵旅団によるロケットの大量投入という運用方法を開発した。ティップ・ウスルターンは、ファトフル・ムジャー・ヒディーンと呼ばれる軍事書を著述しており、クシュンと呼ばれるマイソールの各ロケット砲兵旅団は200名のロケット砲兵からなると規定している。マイソール王国では不評による16個から24個のクシュンを保有した。 ロケットと花火が製造された街の地域は、ドロマンデルペットとして知られた。こうしたロケット砲兵は、彼らの持つロケットを、シリンダーの直径と目標の距離から角度を計算して、発射するよう訓練されていた。加えて、戦闘に投入された車輪付きのロケット発射機は、5発から10発のロケットを、ほぼ同時に発射することが可能であった。ロケットには、 数種類のサイズがあったが、通常は打ち伸ばされた柔らかい鉄製チューブの一端を閉じたものを用いた。大きさは8インチ、20.3センチメートル長、直径1.5から3インチ超、3.81センチメートルから7.62センチメートルである。ロケットはこれと4フィート長の1.22メートル竹製の軸を今しめきして構成された。この鉄製チューブは、 水薬として、良好に充填された黒色火薬の収容部であり、また燃焼室として働いた。一機のロケットは1ポンド0.245キログラムの火薬をほぼ1000ヤード914.4メートルに渡って運んだ。対照的にヨーロッパのロケットは鉄製のケースを用いず、燃焼室は大きな圧力に耐えられなかった。この結果、大距離に到達し得なかった。 ハイダル・アリーの父であるファトフ・ムハンマドは、インド南西部カルナータカ地方のブーリ皇帝ブジコテで治安維持を務める長官であり、アルコットの大使のために50名のロケット砲兵を指揮した。ハイダル・アリーの時代には、マイソール王国のロケット部隊の通常編成は約1200名であった。ハイダル・アリーは、初めて鉄製のケースを用いたロケットを戦争に投入した。 第2次マイソール戦争中、1780年のポララーの戦いにおいて、ウィリアム・ブライユ大佐の弾薬庫は、ティプー・スルターンのマイソールロケット一発の飛弾により、誘爆させられたと考えられている。これは、イギリス軍の敗北に寄与した。1792年の第3次マイソール戦争において、ティプー・スルターンが配置した。 それぞれ120名及び131名からなる2個、ロケット部隊への言及がある。1792年2月6日の夜間、ノックス陸軍中佐は、シュリーランガパトナ付近で、ロケットの攻撃を受けた。彼らは、北部からカービリ川方面へと前進中だった。撤封するターンの軍において、最終的に、ロケット部隊の兵力は、約5000名に到達した。 マイソールロケットはまた、儀礼用の目的でも用いられた。マイソール王国に進出したジャコバンクラブが、テプ封するターンに代表団を送った際、500発のロケットが、礼砲の一部として発射された。第四次マイソール戦争中、幾度かの機会に、ロケットが繰り返し投入された。これらのうちの一つには、アーサー・ウェルズリー大佐。 後の初代ウェリントン公爵であり、ワーテルローの戦いで英雄として、有名になる人物の戦闘が含まれる。フォレストの著作を引用すると、AT リスポイントゼアワス、エーラージトッペ、オアグローブ、ウィッチゲイブシェルタツーチプ、エス、ロカッテメンハドオビアスリーツービークレンダウト、ビフォーザシエゲフットビープレスドクローサーツーセリンパトム、アイランド、 ザ・コマンダー・チョセン・フォーディス・オペレーションはスコル。ウェルズリー、バット・アドバンシング・トゥアーズ・ザ・トペアフター・ダーク・オンゴ、エイプリル百九十九ヒーワス、セット・アップ・ノイズ・ロケッツ・アンド・マスケット、ファイアーズ、ロスト・ヒズ・ウェイ・アンド、アズ・ビトソン・パライトリー・パーツット、ハド・ツー・ポー・スポンザ・アタック・アンティル、エー・モア・フェイベラブル・オポチュニティ・シュート・オファー。ウェルズリー、エス・フェイリアワスグラスト、 オーバーバイビトソンアザークロニックラース。バットザネクストモーニングヒーフェイルド2レポートエインフォー。RCE ワスビーイングパーダド2リニューザータック。この地点には、サルティンパッド村落の近郊、ツゴティプーのロケット砲兵に遮蔽物を与える、大きな丸屋根の仏塔、または、小立ちが存在した。方位がシュリーランガパトナ自前より近接して、 圧迫し始める前に、これが一掃されねばならないことは明白であった。この作戦のために選ばれた指揮官は、ウェルズリー大佐であり、1799年4月5日の夕暮れの後、仏塔の方へ向けて前進した。彼は、ロケットとマスケット銃の銃撃に襲われて、道を阻まれ、ビートスンが定調に書き表すところによれば、より好ましい状況が示されるまで、 攻撃を延期しなければならなかった。ビートスンや他の編集家によって、ウェルズリーの失敗は再び言い繕われることとなったが、翌朝、攻撃再起のため兵力を誇示した際、彼は報告に失敗している。オン22エープリル、1799、12レイズビフォーザメーンバトル、ロックティアーズワークと、ゼアウェイアラウンドツーザリアオブザブリティッシュ、インキャンプメント、 ゼンセルーエーグレートナミーラフロケッツアットザセームインスタントツーシグナルザビギニングオブアンアソールトバイロクレイレイレイインディアンインファントリーエー、コーブフレンチマンオールダークテッドバイミアゴールムフサインアンドマホームドハリーンミアミランズザロケッツハドエーレンジオブアバウト1レイレイレイヤーズサムバーストインザイアライクシェルズアザーズコールドグラウンドロケッツオンストライキングザグラウンド ウッドライズアゲインアンドバウンドアロングインエー、セルピンタインモーションアンティルゼアフォースワススペインと1799年4月22日、主要な戦闘の12日前、ロケット砲兵は苦労しながらイギリス軍や英知の後方へ迂回前進し、それから6000名のインド不評とフランス人からなる部隊に強襲開始の信号を送るため、すまじい数のロケットを同時発射した。 これらの不評部隊はすべてミア・ゴールム・フッサイン及び、モーホームド・ハリーン・ミア・ミランズに指揮されていた。ロケットには約1000ヤード、約914メートルの射程があった。いくつかは砲弾のように空中で炸裂した。グラウンドロケットと呼ばれた他のものは、地面を叩くと再び跳ね上がって、前へ進み、力を使い果たすまで打光し続けた。イギリス側のある観察者。 ベイリーという弱年のイギリス軍士官によれば、ソーペスタードはウィーウィズザロケットボーイズザットゼアワス、ノームウィングウィズアウトデンジャーフロムザディストラクティブ、ミッセルズ。エイ HE コンティニュード、ザロケットアンドマスコートリフロム20、000、オブザイネミワインセセント、ノーヘイルクッドビーシッカー、エブリーイルミネーションオブブルーライズワスアカンピニードビー、エイシャワーオブロケット。 サムオブウィッチエンタードザヘッドオブザコラム、パッシングスルーツー,ーザリア、コシングです。ウーンズ、アンドドレッドフルラサーシャンズフロムズロングバンブズ、オブトゥエンティーオアサーティーフィット、ウィッチャーインベリアブリーアタッシュドツーゼム。我々と一緒のロケット兵の連中にひどく悩まされ、あらゆる移動は、破壊的なミサイルからの危険なしにはすされなかった。彼は続けている。 敵兵2万名からのロケットとマスケット小銃の射撃には絶え間がなかった。氷がこれより熱くなることはない。青式港のすべての明かりにはロケットのシャワーが伴い、これらのうちいくつかは渋滞の先頭に命中し、後方まで突き抜け、死亡や負傷、そしてひどい列傷を引き起こした。これは20、または30フィートの長い竹によるもので、常に、 これらロケットに取り付けられていた。1799年5月2日、セリンパトムへのイギリス軍の最終的な攻勢の間に、イギリス側の一発の射撃が、ティプー・スルターンの要塞内部のロケット弾薬庫に直撃して爆発を引き起こし、黒煙からナルトのような雲を生じさせた。これと共に炸裂による白色光の滝が、 銃弾のついた強壁の間から湧き上がった。5月4日、午後、要塞上の最後の攻撃がベアードによって指揮された際、彼は再び、恐るべきマスケットとロケットの射撃に遭遇したが、これは、さほどの助力とはならなかった。約1時間ほどで要塞は奪取された。ィップスるターンの正確な死亡時間は知られていない。ものの、おそらくもう1時間の間に彼は銃弾を受け、 この戦争が事実上終了した。セリンパトム陥落の後、600機の発射機、700発の使用可能なロケット、および水薬が詰められていない空のロケットが9000発発見された。ロケットのうちのいくつかは、これらが焼夷弾として機能するようシリンダー部分を貫かれており、またいくつかには、鉄製の尖らせた先端や、鋼製の刃が竹製の柄に今しめきされていた。 これらの刃を取り付けたことからロケットは飛翔の最終状態において非常に不安定となった。これは飛行する大釜のように刃が旋回する原因となり飛行軌道上にあるすべてのものを切り落とした。マンローの1789年の書籍を含むインドのロケットの戦訓から最終的に王立交渉は軍用ロケットの研究開発プログラムを1801年に 始めるに至った。幾種類かのロケットのケース部分がマイソール王国から収集され、イギリスへ分析用に送付された。開発は、主な作業を、ウィリアム・コングレーブ大佐、後に、サーの称号 L が務めた。彼は、ロンドンのウーリッジに所在する、王立交渉の監査官の息子であり、交渉の研究所で活発な研究開発プログラムに着手した。開発作業の完了後、 ロケットはさらに北方、エセックス州、ウォルサムアビーの近郊で大量生産に入った。彼が述べるところでは、ザ、um ・ブリティッシュ・アット・セリンパトム・ハド・サフォード・モア・フロム・ザ・ロケッツ・ザン・フロム・ティシェルズ・オア・イニー・アザ・ウェポン・ユーズド・バイザイ・ネミー。セリンパトムでのイギリス軍は、敵に用いられた砲弾や、他の兵器よりも、ロケットからより多く、損害を受けていた。イン・アット・リースとアン・インスタンス。 少なくとも一例ではと目撃者は、コングリーブに語っている。A シングルロケット波動キルドスリーメンバットリー、ウーンディドアザーズ、一発のロケットが3名を殺し、他の人々に重傷を負わせた。コングリーブは、水薬の新規な混合法を調整し、また長部が塩水系の強靭な交換を用いて、ロケットモーターを開発した。重さは約32ポンド。 1 5ラムであった。またコングリーブはロケット工学に関する書籍を3冊出版した。このロケットは1個の鉄製のケースに推進のための黒色火薬を収容して構成され、弾頭は円筒形、円錐形だった。弾頭は木製のガイドポールに取り付けられた。発射器は簡単な金属製のが用いられ、この片面に設けられた谷状のトイからロケットが 複数発射された。オリジナルのロケットの設計では、弾頭の側面にガイドポールを今刺めしていたが、1815年にこれが改良され、ネジ穴のついた底板が付けられた。これらは2マイル、約3 2キロメートルの射程があったが、射距離は発射機のフレームの行革によって調節された。ただしどの射距離においてもこれらのロケットはかなり不正確で、また、 かはやな爆発の傾向があった。これらは物理的な兵器と同様な多大に心理的な兵器であり、これらが他のタイプの法律と並んで投入されないのは稀で、あるか、あるいは全くなかった。コングリーブは幾種類かのサイズの弾頭を設計し、その重量は3ポンド、約 1.36kg から24ポンド、約 10.87kg であった。 24ポンドの型のものは15フィート4.572メートルのガイドポールが付けられ、最も幅広く用いられて派生型が生まれた。異なる種類の弾頭が使用され、その中には爆発型、破片型、および消異型が含まれた。ロケット自体の発射には可動意式の発火機構が使われた。これは長いコードを介して引き金を作動させるものである。 エセックス州 D 側下半にウォルサムアビー王立火薬製造所があり、この近くの特別な施設でこれらの兵器が製造された。この兵器は1850年代まで運用状態に置かれたが、やがてこれはウィリアム・ヘイルの先導式の設計によって改善され、代替された。1870年代にこのようなロケットは、 救難用の綱を遭難中の船舶へと運ぶために採用された。これはキャプテンマンビーの迫撃砲に代わるもので、ロケットは1830年代から使用された。ナポレオン戦争中にイギリス軍は幾度もコングリーブロケットを投入し、最初にはボートから、それから陸上で使用された。イギリス海軍は数隻の艦に射撃用として配備し、また陸軍では 法律砲兵部隊にロケット部隊を創設した。1806年10月8日から9日にかけ、エドワード応援帝徳は、プローニュにおいて、フランスの召喚隊を攻撃した。HMS モスキートの艦長ウィリアム・ジャクソンは、ボート隊を指揮し、コングリーブロケットを発射した。A2 海橋上に夜が近づき、ロケットの発射フレームを装備している24隻の探偵は隊列を作り、 ブローニュに約2000発のロケットを射撃した。この集中砲火には30分を要した。この攻撃では数箇所に火災が起きたことは明らかだったものの他の効果に関しては限定的だった。しかし影響力は十分なものでイギリス軍はさらなる機械のいくつかにロケットを投入するに至った。1807年。 デンマークのコペンハーゲンはイギリス軍の攻撃により炎上した。1万4000発以上の核種闘射物が使用されたが、携帯としては敵弾、爆弾、そして約300発のコングリーブロケットであった。1813年、プロイセンのダン地比では同様の攻撃を受け、市外の食料品店が火災を起こし、この結果明け渡された。1809年のワルヘレン作戦では、 HMS ガルゴーが配備された。これは貿易スループホブネを軍艦に改装したもので、また原則のロケット訪問21門からコングリーブロケットを射撃するよう改良されていた。ただしガルゴーがいかなるロケットをも打ち出した小細はない。1813年10月に戦われた諸国民の戦いにおいて唯一のイギリス部隊はコングリーブロケットで武装した。 王立基は砲兵の文献隊だった。マーサー指揮官はカトルブラからの引退の間、1815年6月17日のコングリーブロケットの投入状況を以下のように解説した。皮肉なことにティプスルターンが開発した金属シリンダー製のロケットはワーテルローの戦いにおいて彼の同盟者であったナポレオンを打ち負かすために寄与した。 1812年に行われた米英戦争の間、イギリス軍はブラーデンスバーグの戦いでロケットを投入した。これによりワシントン DC は炎上して降伏に立った。1814年のイギリス軍によるフォートマック・ヘンリーの砲撃ではコングリーブロケットが投入され、これはアメリカ合衆国国家である成城期の初伏第五行の歌詞の元となった。 アンドザ・ロケッツ・レッド・グレア、ザ・ボムズ・バースティング・イン・エア。ロケットは赤く輝き、爆弾は中空で外れた。イギリス海軍の河川である HMS エレバスは、主艦パンカに設けたロケット砲列から32ポンド、約14.5キログラムロケットを打ち出した。これは、艦の原則にある砲門もしくは幻想を通して射撃している。マリ戦争の結に、イギリス陸軍は、 マオリの防御陣地に対して、火砲の砲撃と同時に、コングリーブロケットを投入した。判明したことは、初歩的な残豪戦の演習のような状況でも、ロケットや砲の効果を大きく鈍らせるのに十分であり、火砲同様に、コングリーブロケットは、実質的な効果を持たなかったことである。ロンドンのサウスイーストに所在する火力、王立砲兵博物館の展示によれば、コングリーブロケットは、 多種多様であり、サイズは3ポンドから300ポンドの範囲にわたるとしている。ロンドンのサイエンスミュージアムは展示品の中に18世紀のインドのロケット弾を2発所蔵している。パリの国立海軍博物館もまた一発のロケットを所有する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。